幾代さんが不敬罪でやられたんです。なぜやられたかというと、当時の文部政権を揶揄したというな、昔から唐用で売り家と書く三代目言うけど、今まさに三代目になりやれないか、全くその通りですね。明治、大正、昭和で古い家と書く、荒用で古い家と書く三代目以上で、尾崎幸雄さん、先生の大恩人さんですね。議会をずっと守り続けてきた。あれは三段でも、豊川辺りの斎藤さんという、これは立派な方ですね。軍部を堂々と批判した。で、通用された立派な方はおりません。その根性はやっぱり三段持ってほしいやんか、言うた。別に政治家並んでもいいけどな。本当に建て替え、建て直すんやから、その根性を持ってない。先生も根性は受け継いでいいから、ね、根性より誤解ありますよ。で、そういう面で、やはり、明治憲法は憲法なりの良さというのがある。やっぱり、議会制度、民主制度というのは、やっぱり一応は、根本的に精神的に守らないですね。でそれを勝手にですね、軍部が拡大解釈したりなんかする、それを見とる。それを見とるんだ。ここにある。でそれを立て直していかないといけないという、この大事な、今、立て直しの時でございます。それを積極的に、より一層皆さん方のこの120年生の予知表を起点として頑張っていただきたいと願いたいと、えらい時間をおかしました。以上終わりまして、ご質問だそうです。では時間を限らせておりますけど、あと5分延長させておりまして、お一人お二人ですね、ご質問ございましたら挙手をします。この講座の前にあらかじめ何か質問をされたいとおっしゃってますが、お見えになってませんか。お見えになってませんか。代表でございますので、では先生の今日の講座をですね、はい。質問ということでもないんですけれど、私浜松、静岡の浜松病院から来ました大谷と申します。私がおります浜松というところは、イースト・ミズ、今のアイゼン、改めてアイゼンですね、アイゼンのもう最も盛んなところにいるわけです。まあ、私自身、浜松病院の中ではこの連合の方に加盟しているものは私一人なんですけれど、まあそういった中から、技術と水との、その動きですか、そういったものがよくこの耳に入ってくるわけです。というのは、まあ私の父自身がもう浜松の部院長をやってるものですから、まあそういったところでいろいろあるんですけれど、先ほど、A 先生が言われました、今後教えについての一本化を図らなければ、やはり分派分派という形でこれから20年後30年後はそういった方のことが起きやすいではないかと、それを聞きまして、やはりそういった本当の教えっていうんですか、また、4代教主名古屋様のあるいは霊先生の大元の対する、神様、いや 大元の神様に対するですね、お考え方、あるいはこれから連合として、進んでいく、どういった考えをお持ちで進んでいくのか、そういったものを一本化していかないとなかなか難しい面が出てくるではないかと思うんです。と言いますのは、この伊豆と伊豆の方からでもですね、すでに例えばですね、ノリトのことにしてもですね、夕飯に挙げております雅の言葉、そういった内容についても
やはりあのは雅の言葉と同時に祈願祝詞も入っておると。で、内容を見ますと、私自身もその祝詞の本を読んでみますと、雅の言葉のでありながらずっと読んでるとやっぱ祈願してるわけですね、内容が。まあそういったことがですね、やっぱあのそのゆずゆずの方から指摘があった場合に、残念ながら私の力ではそれを言い返すことができないわけです。まあそれとかそういったまあもろもろのたくさんいろんなことがあるんですけど、まあ残念ながら私の力ではそれに対抗することができないものですから、もし、ですね、こういった、研修会とこういったものを含めた中で、やはりそういった教えというものを各あの連合ごとにですね、あるいは東海連合、全体連合で、主催する中で、そういった直接的教えを被りたいと。かないと、これはあの例えばですね、私がある未信者の方に、大元とはこうですよと言った場合ですね、私の言ったことが全て大元の考えだと取られるわけですね。またうちの親父が言ったこと、あるいは第三者に述べたのは、それが大元の全ての考え方だと取られるわけです。これは大きな問題ですよね。一人が言ったことに対してそれが全体的に取られてしまう。そういうことを考えていくと、もっともっと勉強というものをして統一化していかないと、大元というものがいろんな方面にいろんな風にとらわれやすいではないかと私はこれも思うんですけど、せっかく静岡のお方がですね、技術と技術のことを霊障しながら根本的に教える統一を図れと誠にごもっともです。その通り、ところがですね、私、まあ、今技術と技術とどういうようになっとるのか本当はあんまり勉強しておりません。最初はまあ興味を持っておりましたし、最初は向こうから機関士も届けてくださったけど、その後さっぱりまあ見えちゃしちゃない。うんともすんともいかんと、まあ大変、まあ身体がなくなったか知らんけど、監視は今後は連絡は全然ない。今何をされてるかも分かりませんので、そういう具体的な祝詞のあれは私も何をどのように意図みずがされてるのか、その点は不勉強です。ところが、まあ、祝詞と限らずですね、根本の教えというものが確かに戦後でもですね、大変まちまちなってきたところに本当はこういう分裂問題が起こってきたんです。で、それは私が今さら何も木月さんを人格的に個人的に憎たらしいと思って批判してるわけじゃない。一、それは伝承に過ぎない。今さら書かれたのは大元教師の権威言うて、三室一樹さんが書かれたのは57年の5月号の大元誌なんです。その前にはやっぱりいろいろと異質な説が出ておるんです。で、私が追放されたのが56年の、正確には9月の13日の第56回の総大会で全部剥奪した。というわけで、確かに三室さんは、まあ、
鳥垣里のコウモリみたいにですね、この方が最長の責任者になっていろいろとおかけになってるけど、おかけになったのはこれは私が個人的に言うんじゃなくて、私はずっと先輩の方々、亡くなった小国先生、あるいは佐藤先生、そういう立派な方々、あるいは今日生きておられる、まあ、谷前さんとか、あるいは、まあ、かつての議長もされ、それから、選挙議長もされておった安本さん。で、そういう、方々のですね、説、これ一緒なんです。で、その頃から、おかしいな、おかしいな、困ったなと、みんな言うとったんです。ところがですね、つまり、そこら辺がもう弱かったといえば弱かったわけですが、やっぱり三代様に遠慮したんです。で、三代様はね、まあ、その、三浦を追いつけ込むまでは最高神にしてたんですね。主人の権限者だったんですね。状態じゃないんです。どこにそんなことを物語に書いてあるか。ね。書いてないです。自分が勝手にこう、作品してるんです。あるいは拡大検査してる。こういうのをはっきりさせなきゃいかんのが、最強いんです。ところがですね、まあやっぱり三代がおられるので、みんなやっぱり遠慮するわけだ。で、そこら辺がやっぱり、ね、力がなかったりするんだね。それからやっぱりね、これ先ほども言いましたように、一番根本は、摂さんがあれほどっておっしゃってるにもかかわらずですね、昭和20年の12月の吉岡発言の本当の意味というのが分からないんですよ。それから五女房の本当の意味というのが、あれは本当に痛みでおかしになったかって分からない。あるいは昭和3年3月3日、これはやっぱり一方では、皆様が切磋だという伝承の誠の信者様が大勢おったけど、肝心のところにはまだ分からなかった人も、セサミロさんにはおかしい人間じゃないよ。でそのためにですね、まあ、ここにもちゃんと書いてますが、昭和3年にですね、まあ、はっきりですね、セサミ自らが肝心のミロクさんが沈黙しとるようなことじゃ一体どうするんだということで、ね、はっきり昭和3年6月15日にいろいろ応対やなんかおかけくださり、それから特に、ね、この人のあれですか、天地の神殿一体にとどまりて神業を遂行する神人を称して人という、人は神殿なり人はとどまるのいなり、故に人とは現代学上大神人なり、和田山原なり、聖地エルサレムなり、天地間唯一の神つまりますに二人を称して、人と人と言う、大元の光領に言う、神は万物の不変の霊にしてと、これはわしやということを、セッサン自ら言うと。それはやっぱりセッサンに対する、この、信仰の善良な方々は、セッサンを魅力さんだと信じておりますが、肝心のところは、あやふやだったんです。そして、その後、昭和10年のですね、わざわざ、亡くなった高木谷本先生を使いしてですね、今、神岡に立ってる、神岡の天皇教の教師に立ってる、その教師を、わざわざお立てください。はっきり。で、そこに、あゆめの教師と、神岡の鏡の、普遍的な意味の教師と分けておく。
一つはそういう差があるんだ。一般のものは神奈川って言っていいでしょ。わしに神奈川って言って、その誠の一つ。それに神奈川ものは一般の普遍的な人。そのようにはっきり分けておられるけど、肝心の、まあ、デブさんの、なんだけど、資産時代に、資産を認めよう。記録さん、何人でも多いということは、記録さんじゃないわ。この、罪、また天を押した、この唯一の天の記録様は、ゼロですよ。歴代の記録さんじゃないわけや。認めよう。これには、グラミー賞なんですね。これはやっぱり時期ですね。やっぱり三代様はもうですね、二代様の時はそんなことない。二代様はね、私呼ばれましてね、私と二代様と本当に、二人だけの時にね、こうおっしゃった。確かにな、神壇に外れたようなことをしたりな、勝手なことをしようったらな、私これでやる。大元家は本当の神様なら、大層なって言ってたしかないんだよ、こうして。そのことは、本当は教えても厳しいなんですよ。そういった直接ご指導を受けた方じゃないでしょ。だから、もう勝手にですね、勝手にその会社を。そこに、まあ、大元の教えというのは、ものすごく厳格なんですよ。厳しいなんですね。だけど、本人がそれだけの信仰的体験もしてないし、そんだけ、これやっぱり、大元は残響を録音もしてるんですよ。ある程度に、本当に、皆さん方も勉強しなきゃあかんの。特に、物語のあの実感ですよ。広がと小闇となり果てての割なんか、全部の真理をですね、仏教から、儒教から、キリスト教から、これはもうアインシュタインかというね、アインシュタインはもう体に弱いから分からないんだけど、全部魅力はですね、包含して時代的に自分は教えを信じを解くんだという説ですね。これはね、容易な教えじゃないですよ。こんなこと言うな人がどこにありますか。こういう人でも2000年の前、当時の地球が丸やったか三角やったか四角やったかわからない。これほど科学が進み、一般のレベルが高くなった情報が出たんじゃないね。いくともせん、あの魅力の教えというのはね、大変なことですよ。これから本当に、大元の真理というのは分かってくるでしょうね。それは科学者も分かるでしょう。それはもちろん、人文学者も分かってくれるし、一般の普通の元の方にもどのように分かち果たしていくか、これはやっぱりね、ものすごい世界的にはこれはもうまちまちいろんな面があるんですね。それにどう答えていくか、これはやっぱりよく言われるよりも勉強しない。ところが今世界からお子さんどうですかという中でね、この根本の40字余りの教師の大元教師が一番エッセンスですよ。これさえまちまちでしょ。魅力様の使い方でもまちまちでしょ。こんな不満に目指すことはありますよ。これこそね、おやここ帰ってくるでしょ。あ、これじゃない、今度ダブルですかね。これ一概に99年の中においてね、魅力様を否定するような、しかも一番大事な本山の教師を否定するようなね、説をしたものは誰よ。名前挙げたらこれは具合があるじゃない。感情論になったら具合があるから喧嘩はしてないだけね。競技論争はしたいと思うけど、人間の感情まで巻き込んだら、これはもう競技論争だな。感情されてる。それはまずいじゃない。そこは遠慮せんのに、どういう表現しようかなと思ったんだけど、ことですね。それとね、私一番言うと見ず、そんなに言うたことないけど、せっかくの大事な質問だけど、最初は良かったですよ。出だしは良かったよな、これ。
どうぞお守りましょう。聖地を守りましょう。おいしいもんよ。子供は実際守ってないんやな。これはね、神に対する見つかりです。人間はごまかしてもね、神様は言うこと聞いてないわ。道東を守らん。教団なりがちじゃないんです。信仰っていうのはね、個人の信仰でいいんですよ。個人というものを大事にしなきゃいけない。個人の意思の自由というものを尊重しなきゃいけない。正しい宗教というのはね、教団というものを成り立たなきゃいけない。教団と自分というものを絶えず切磋琢磨の集団として、道場として、教義を喧嘩し、いろいろ行事、そこに初めてこう、構成するんですね。自分を切磋琢磨することに使われていくことができる。愛の教えというのはやっぱりそこですよ。横のつながりと縦のつながりを持っておかなきゃ、教団じゃなりたな。ところが、それは神様のおかげ、それはお取り次ぎは、まあ、この続いて、根津先生がこうして、こうしてされますけどね。やっぱり、おむすびの御神、それから、神奈川真道弥彦、そして神奈川魂しありませんという、やっぱり魅力の唱え方というのは、これはやっぱり私は正しいから。それはどういうことかというとね、ほら、今どこもいいな。あんまりお一人のために時間とてもったいない。もう悪くなると思う。それじゃあ。今のはね、大本は本当に儒教であり、大本は儒教であり、宗教です。大本は儒教であり、宗教でもある。説法は王道大本というか、二つの大きい面が、信じようと信じまいと、一応の真理には乗っ取らなきゃ発展になるわけですよ。仏教的にはこれはダルマです。だけど、大本は宗教法人になってるだけ、その恩典をもっと利用したらいいわけです。あんまり宇宙の真理、真理言うとってのは、これは哲学になってしまう。思想になってしまう。ある社会の一定の人々はそれで納得してもね、体重というのはそんな考えるので早く助けてくれないでしょうです。そういう方々も大事です。そうするとやっぱり宗教的なあれならない。そうすると宗教というのは、宗教というのは一体何か、宗教の定義は一体何か。一般的に言えば、神と人とのつながりという、神と人とのつながりは何かというと、愛によってつながりです。こういう定義ですね。そうすると、この救いの神の愛の教えというのは、どういう形で人間に伝わっていくのか。これは、一つは教えであり、一つは奇跡ですね。あるいは敬意ということですね。三大学の一つの敬意ですね。それで、この神の敬意、それを悟れる。あるいは、なかなかそう悟れるのは、予言帝国を正義によって、まあ、びっくりしてですね、ああっと、そういう尊い、ですからそこには、神が現代において、宗教様、それは奇跡であり、救いも欲しいだろうね。そのようにですね、やっぱり、先ほどの宗教は人間から神になることはできない。そんなことないわ。日常宗教では物語になれない。それはまあ後でいいけど、で後で言うので今でもいいけど、つまりね、そういうじゃいないけどね、まあ、差別とか宗教に差別とか言うと言われる。分かりやすく言うとね、宗教には最高
まあ、本を読んでみましてね、大体3種類に分かれることができて、大体それを向かう。それは先ほど言った土着的な宗教、ローカル宗教です。土俗宗教、土俗宗教具合があるけどね、系列したんやけど、まあ、日本では柳田邦夫先生あたりがそういう民衆の慣習、いろんな地方でこう神祭りなんか、これも大事なんです。それも宗教の原宗的な宗教。それが今度は日本の神道というのは民族の宗教ですね。民族の宗教ですね。大和民族の宗教ですよ。大体ね、これ。それからそれを抜け出して、キリスト教とか仏教みたいな世界宗教、どこでもこれ通じていくか。宗教というのは日本だけですよ、これ。いや、それじゃない。戦争中はそれはシンガポールに取り立てたり、ね、毎日あたり勝手に作り立てておかれへん。それが起こるはずですよ。民族宗教だもんだ。そして天皇陛下と明治天皇陛下とアメリカラソンみたいなの、おかめへん、受託で、それは無茶じゃん。それは無茶ですよ。日本は、それじゃそういう宗教どうでもいいかというと、それはやっぱり皆さんが全部包んでくる。大事になる。とともに、それだけ持って国境を越えて、世界を一つに結び、宇宙を一つに結ぶ。宇宙そこでの巣の神の教えですよ。そういう意味で三刀流なんですね、三刀流。で、そこに神は、一つの人類ですよ。人生における人類。人類に対して教えをされたもの。この教えの、されたものは、犬の狼であり、水の狼である。ね。そこに、太子様、聖様の尊さというのが、とともに、テストは、やはり、大事な点はですね、ここにもちょっと書いてますわ、ここにも。お茶だけにもちょっと書いちゃう。これ一代一理じゃ。二代三代の貢献にあるじゃ。字で書いちゃう。つまり、補佐のために、補佐ですね。本当の補佐というのは、天のために地に打たれて、この度のお手伝いを打たんです。その補佐いうと、いかにも力がない。僕たちの見事に力がないさかいに、わしが手伝いやがる。そういう意味がじゃなくて、ともともにですね、地上天国の御国を作るために力を合わせて成り立てば。そういうことを考えますときに、聖様の水と水に対する神様、三の御事の天の神様、三元一家の救いの神様としての立場というのをもっと強調せなければいかん。そういう面は救いとしてですね、強調されています。で、その教団をずっとここから人間に突き立てるための根源心としても現れました。これと今度は救い、宗教の一番大事な救いとしてですね、横の救い、救済としての魅力の神様、佐野の神様、この縦と横の教えからなった。そこに国が垂れて、旗の始まりは田んぼの前でというわけで、旗の仕組みが、経緯が進んでいく。そういうことを考えますときに、教団中のどうしてもなかなかない。教団というのはどうしてもない。そこにやっぱり大本は代々女が及ぶじゃん。そして七人の女神がこう生まれ変わった。そういうことを継承された。で、そういうことを考えますときに、本源心としてご出現ください、建の仕組みと。そして今度は魅力の世を建てたまえ、救いの心境の基本を成就したまう魅力の神。サナの、日本的に言えばサナの狼だ。普遍的な仏教の狼に言えば魅力の、天の魅力の狼だ。いうことに、まあ、なるわけですね。で、そういうわけで、その教団を永遠に続くとともに、その救いの働きというのは、三で一貫の働きですね。で、そういう面でですね、やはり魅力の神を称えるとともに、現世の教団をどのように正しく永遠に受け継いでいくか、こういう面で
大御堂様を迎えたともに、大御堂様をお迎えにあったら、八百万の神様も応願しているとともに、最初神様も応願しているとともに、特に本源神と救いの神というようにこう復帰になった。これが物語の47巻、48巻までにはっきりと書いた。で、そのようにね、縦と横というような面で、本源神と救いの横の神様というふうに、大体考えていったら、あ、そうは分かったような分からんようなね、何遍言うんだろうね、分かったような分からんような気がするんだけどね、大体分からしてもらわんね。で、本当はね、宗教というのは理屈じゃないんだけどね、分かったような分からんようなところが本当は、いいんでしょうな。分からんと思ったときは、まあ分かったんだけど、ご責任あるんだけどね。そう簡単に分かるもんじゃないんだけど、まあそこら辺だと思うんです。それは、まあ、自分の知恵、聴覚、似たものを磨いたら、だんだん分からなくてもらう。ということでございます。まあそこら辺のことが言ったら、なおさら、いろいろありましたら、また後で個人個人に何してください。どうもありがとうございました。まだご質問、希望の中でいらっしゃいますが、この後の時間のスケジュールもございますので、これで英二先生の講座を終わりいたします。ご一緒に礼拝を。